第19期プロクイーン実況の鳥谷幸典でございます。解説は佐々木久人プロが務めます。佐々木プロ、よろしくお願いします。それでは選手の準備ができているようです。第19期プロクイーンベスト 16B タク3回戦東杯の開始です。さあ、ただいまこちらに内部によって開始されました。ちいちゃから立花、なんちゃわくつ、シャーチャ藤井、ペイチャ、みなせの並びとなりました。トン一曲、立花の親番です。ドラはチーマン。さあ、立花のハイパイは、ウキエツはありませんが、タンヤオで、はい、まとまっているでしょうか。この表示牌が統一、表示牌統一ですね。ワクツメンツはない。藤井はピンズが多め、ペー統一。稲瀬はドラメンツが完成しています。ああ、いいですね。マイナスしてるのは立花さんだけですけどね。現状2回終わって、はい、名前の上の数字がトータルポイント。だからここはもうゼガヒでもプラスしたい。まあ、できればトップ取りたいですよね。なるほど、ね、2回終わって3人が、うん、ほぼ横並びと言っていいでしょうか。1着順の、順位点の差は1万点。3着でも相当厳しくなるな、最終戦は。なるほど、ここはぜひとも浮いて終わりたい、はい、 そうですね、そういった3回戦になりそうです。反対に今大きく水をあけられている立花、 35.2 ポイントのマイナスですが、うん、まだこれは2着には食い込める数字と見ていいんでしょうか。まだいいでしょうね、はい、はい、ペナンコ、これでイーシャンテン、残り2半チャンでそれを達成すればいいだけですからね。なるほど、2半チャンで達成というとなんかすごく条件が厳しいイメージから比較的可能という感覚に、はい、ね、前向きに、はい、行きましょう。じゃあ何が起こりました。和屈です。藤井さんはチートイツのイーシャンテンにもなりましたよね。ここは、はい、チートイツのイーシャンテンも取りました。6万1個外したいですけどね、早いうちに。立花のローマンですね、うん、シャーチャの藤井です。4人中2人が勝ち上がるプロクイーンです。ベスト 16B タクの模様をお届けしています。ピンズがパーソン、なぜはピンフ、トータルトップは枠津、しかし 25.4 ポイント、うん、まだまだ。そうですね、これはドラですけど、ペーですか、チートイツ。ドラの重なりを見ます、うん、ドラは2枚山、2枚山ですね、はい、うん、イーシャンテン。ああ、いいの来ましたよ。さあ、立花もこれで広いイーシャンテン、2面3面ちゃん。イースピンがちょっと川にかなり切られてますね。イーピンが、そうですね、5枚切られてますね。5枚切られています。山にはイーピン1枚しかない、こんな悲しいイースピン。ただまだリーチ打ってなんとかこう相手に対応させたいですね、はい、あ、これはさあ、これはリーチか、ドロですよ、いいですね。
ドラを引き込んで親の立花から先制リーチはイースーピン。かなり薄いイースーピンです。インピンが、はい、1枚だけ。ここに来た。これでほとんど流局か、まあ、藤井さんにドラ重なったりすればまた話は違いますけどね。はい、藤井が戦えるかどうかといったところ、うん、ウーピンは現物です。通奏も現物。親の一人天敗で流局が濃厚となってまいりました。9ピン3層ぐらいはいけそうですね。はい、まだイーシャンテン。藤井さんと皆さんも競ってますから、はい、まあ、天敗量だけでもだいぶ違うかなというところでしょうか。藤井水瀬間は3200点差です。論争もまあいけますね。うん、天敗は取れなかった。シャンテン、まだ一巡ありますか。そうですね、はい。ファイラス系が両層現物3万も、はい、現物。イースーピンはない。これが入って流局です。親の立花一人天敗で流局。さあ、トンス一局一本場となります。京卓リッチボー一本、一人天敗で立花が連チャン。ドラはシャーです。1枚出来物はありません。立花ペーから枠2はマンズで1メンツ。ピンフ方向でしょうか。第1つもがドラのシャー。シャー割れましたね。いいです。はい、3人に1枚ずつ。これはブレーキのシャーになるか。さんがはい、ちょっといい感じですかね。宮瀬が現状リャンシャンテンです、タンヤオ。藤井さんも自身がシャーチですからね。はい、どっかでシャー外してる順もあっておかしくないかな。自分以外ちょっとなかなか泣かれないっていうことでしょうか、はい。まあ、泣かれた時には厄介絡みだとかね、はい、まあ、ちゃんととかいろいろ想定もできますから。比較的切りやすいですか、藤井からすると。はい、さあ、トンチュン重ねました藤井です。立花はちょっとまだメンツがありません。6巡目、ピンフになった。枠つから天敗でシャーが出る予定です。あ、だチートイツでありますね。藤井さん、あ、藤井はシャー短期まであるか。
ドンピシャなケースもあるしね。いけるか。シャアは置いておく。いやシャアが急に当たりになるパターンありますね。ありますね。ドンピシャのケース。立花、うん、もこれでチートイツでしょうか。4トイツ目。まだメンツでは見るか。藤井はチュンがアンコになりました。難しいところ。パーソー打つ手もあるところですね。3ピンやら。ここはパーソー。水瀬はリャンカンシャンポンのいいシャンテン。ローソーのアンコ。ここでいよいよトンになるかシャーになるか、まあ、数万もありますけど。トンはポンか、どうだ。トンは藤井がポン。シャーは打たない。ヤクヤクトイトイという、あわやドラドラ。アクサローピン抜かれましたね。痛いね。ピンを打てば、はい、普通に入るはずだった。いやこれでそうか、もうシャー打たないと。目に見えて抜かれてるのが見えてますからね。いやすごく感触悪いですね。はい、1回戦でもあったと思いますけど、ワクツはそうですね、目に見えて抜かれていかないという場面が、うん、今日一つありました。まあ、気にするしないっていうのもありますか、選手によって。まあそうですね、6球ピンはかなり薄くなってきましたね。あの第1はパーピンで、はい、いい町づくりはしてたんですけど、うん、それが薄くなってきたっていうのも大きいですね。いい町づくりが無駄になってしまった。そうです。悲しいですね。さあ、立花ローソーでした。あとはトーナメント戦ですからね、あんまり大きな手を放置しないようにっていう段階にも入ってきたのかなと。この終盤でちょっと、はい、そういう展開ならば高打点の早打たない。いやパーピンもう一個来るんかいと。藤井はいいシャンテン、水瀬もいいシャンテンです。チーマンは藤井の現物でもあります。ヤンピンも悪くないと思ったかな。あ、これでいいシャンテンですね。チートイツのいいシャンテン、大事なとこですよ。あ、ここはイーソーは藤井のテンパイになります。イーソーのポン、シャアが打たれて、チーソースーピンのトンとイーソーを仕掛けています。藤井です。トイトイ、両方山にはないですね。トイトイ、はい、山にはありません。サブローソーがまたいい街に見えた。これは水瀬天杯即リーチ。サブローソー、ローソー、しかしここにたくさん、パッと見スーソーが自身から4枚見えています。サンソーでも、サンソーはいいですかね。はい、山にいます。ローソーは1枚かな。サンソーはいいでしょのリーチ。三層だ。ここは藤井の宝珠になる。水瀬の上がりリーチピンフ、裏はありません。2000は2300。ここはバトヨンと踏んだ水瀬のリーチが上がりとなりました。と2局です。結果は藤井と2局は靴の親番。ドラいいそうです。想像し、ドラいいそう。はい、藤井はマンズで一メンツ、水瀬はソーズで一メンツです。立花メンツはありません。
業宮瀬がトップ、トータルポイントでいうと 20.6 ポイント、そして枠津が追いかけて 19.4 ポイントプラス。水瀬と枠津の、はい、1着2着という状況です。これは動きますからね、まだまだ、はい、まだまだ全然1局ごとにトップが変わったりして、まあ、参考にはなりませんが、はい、現状藤井はマイナス 11.8 ポイント、立花が4着でマイナス 28.2 ポイントというトータルとなっております。藤井さんは出だしから、はい、まあ、考えるとちょっと点数落ちちゃったかなっていう感じがしますよね。1回戦確かに3戦6戦スタートでした、うん、なんか上がりが徐々に遠くなってきてるような雰囲気がありますけどね、はい、まあ、ただ果敢に攻め込んではいますけどね。立花は上の3色目に寄せていましたが、ちょっと3色には難しいかもしれません。驚かさなんドラドラ、立花さんとしてはその3色とかいうよりは、はい、まあ、しっかりとした上がり系ですかね。うん、なるほど。まず上がっていって立て直したいところでしょうかね、はい、ペンチピンを払う、あ、あペンチーマンがやってきていいシャンテン、ね、あ、これもいいの引いた、リャンピンから打ってピンフ待ち、ピンフ変か、はい、はい、ここはリャンピン、ペンチー総外しか、そうですね、はい、図鑑を見ていく、こっちでメンツができる、ジャン島のないシャンテン枠図、数層の受けもありますが、はい、ここは残す、9層が重なる、あ、来た、これは嬉しいですね。枠の先制リーチはローキューピン、5巡目にパーピンが放たれています。キューピン、ローキューピン、程よく3枚切れという馬強です。あ、水瀬がローピンを引いてきてしまった、さあローキューピンは山には2枚、天敗、関連マンの天敗、立花役はありません。一手があり一気通貫ですが、そうですね、三素現物、なんか復活できそうですね、はい、さあ老朽ピン積もれるか、と小さが浮く、3ピンを勝負してもう一回3ピンになるかもしれないですね。さあウーピンのワンチャンスという E ピンが4枚切れてるから、多分ペン3ピン増しとかもないですからね、はい、切りやすいですかね。あ、ここはパーソーにします、その後の小さはウーソのワンチャンスですね、はい、自身の目からは。さあ3万数万待ちにもできます。もちろん管理ヤンマンも続行できない。ここはイーマン短期の転廃を選択しました。3万は現物、お、テンポ入った、まさか3ピンがこんなに続々と来るなんて、小さですか、うん、さあ水瀬サブローマンの単野を転廃、出上がりの効く転廃が入りました。サブローマン薄い、かなり薄いです。まあ、今も通りやすくなったな。イーマンですか。あ、ここはイーマン。リャンマンです。
宣言杯は3万、うん、ここはやめる。水瀬の天杯は瞬間ということになります。トンも現物、イーマンも現物、立花は天杯続行。あー、ローマン、ローマンがここで来る。水瀬リャンマン押せてれば、G 入れるか。 G が入って水瀬ウーマンは切らない。お、5678、あ、違う、広い天杯。リーチまで、まあいいです、リーチも面白いか、うん、さあ4面ちゃんの天杯です。と町は、町牌自体は薄いでしょうか、うん、ドラの言いそう。ローマンは自分から4枚見えています。7万で言いそう、短期リーチもいいんじゃないですか、面白いんじゃないですかね、空手んだけど。さあ立花よく見て、で玉点もあるし、はい、イーソーはね、ションパイだからちょっと切りづらいかな。ちょっとイーソーは打ちづらいですか、うん、でも打点がちょっと見合ってないか。まあ、前順リーチいけなかったんで、はい、ここで7万切りはありますかね。なるほど、この4面ちゃんを取らなかったということなら、うん、はい、さあ立花が時間を使って、ここはチーマン切りの玉。さあ間もなく最後の手番となります。テンパったですね、ウーマン切り。なるほど、切れるかどうか。下茶の7万切りもありますからね、ちょっと行きづらいですか。ワクチさんの現物を切って大丈夫かってのもあるけど、はい、あー、いい数層と引いてきた。数層はどうだろう、3層が3枚切れ、2層も3枚切れ、いい数層のターツは残っていますね、うん、あー、ここはやめる。ワクチはロー、9ピン、あー、9ピンのツモ、リーチ、ツモ、ピン、フドラ、裏はありません。2600オール。さあ親の和筒が上がって一本場となります。親の2局一本場です。なんだか和筒の老朽ピン長かったですね、上がりまで。そうですね、いい持ちだったんですけど、はい、2局1本場、ドラは3走、ワクツのハイパイは総図で1メンツできています。マンチャ藤井、マンツで1メンツ、シャーチャ水瀬、メンツはありません。ドラ1、ペーチャの立花は初がこいつ、メンツで1メンツ。さあ3回戦ワクツがここまで上がって現状トップです。抜け出す形になったならば、立花さんは絶対藤井さんと水瀬さんより上に行かなくちゃいけないですからね、はい、なるほど、条件が出てきますね、はい、現状トータルワクツはプラス 47.2 ポイントということになります。ダブトンが重なる。さあマンズホウスか、ここは小そうでした。直線的に行きましたね。立花が初のポン。さあ初ドラ1の進行、形もまずまずってことですか。はい、たくさん小すぎがちょっと痛いですね。すいません、小そうの直後、急走が来てしまいました。
あ、その後またチーソー、うん、G は4統一目です。立花が初を仕掛けている状況。手が2枚切れ、まあ、チートイツうまく育てばってとこでしょうかね。なるほど。で、油っこい灰が切られてくるようだともう檻に回るような感じじゃないですか。ちょっと受けが強い選択ということになるようです、藤井。ミナスではメンツ一つ目です。総図が枠津に総図の山が待っていたんですが、三色が出てきた。さあ、ここは換算ピンを払っていく、うん、表示牌の2層枠津が仕掛けます。2層の地位、二差しで地位です。トンの後付け、よし。立花仕掛けるローピンの地位、初のポンに続いてしごろでローピンの地位。これでいいシャンテン。枠津のトンはまだ山に2枚です。1枚切れてますね。あ、1枚切れて、あ、はい、失礼しました。水瀬の2巡目でした。チートイツインシャンテン、ね、ここは9ピンをほぐします。トンがここに来た。ここに行くと出ないな、これはね。はい、和靴のトンは泣けない形となってしまいました。ベタ売りの手順になりそうですね。 G はもう撤退ですかね。からちょっと上がりは見えないでしょう。水瀬さんもいいシャンテンですけどね、はい、ドラが浮いている。あの枠津が仕掛けています。そしてペイチャの立花も仕掛けています。枠津は二差しの総図落ちです。テンパイを取りました。立花ミス層のテンパイ初ドライチです。ミス層はミス層ここに来た。かわいい、2枚見えてますか。ワクツ、これは宝珠になるか。ああ、打たないんですね。3356のソウルだってまあないとは言えないですからね。なるほど、ドロドロで。もう粘ってる、粘っています。数層を使う方向で。なるほど、ここでドラドラの手に飛び込むわけにはいかないという危ない数層でした。水瀬はローソーを引いてきた。立花の町はいい数層。はもう数層は切らない、
の点ですね。はい、いい走行に来た。これが履いて流局です。立花の一人天敗、曲してトン3曲です。藤井の親番流れて日本馬、さあそろそろ確認をしておきたい親の藤井です。ドラは3万、藤井チューンがドイツ、出来面ツはありませんが、顔面と厚3組。仕掛けるかどうかですね。はい。稲瀬はピンズがやや多め。はい。立花苦しいハイパイを手にしました。ただ全局の一人転敗は大きかったですよ。はい。なんとかトップ取りたいですから。いや、ここで立花がトップ取ると見てるこちら側としては非常に面白い展開です。現状、はい、トータルでは2着に水瀬マイナス 3.0 ポイント、3着に藤井マイナス 15.4 ポイント、その差 12.4 ポイントです。イーシャンテンですね。はい、こちらもチートイツのイーシャンテン。立花メンツは一つ目ちゃんた方向でしょうか。すごいイーシャンテン。仕掛けずですね、いいシャンテンになりましたからね。はい、1枚スルーをしている藤井です。うん、チューンで2900はやってないってことですか。まあ、はい、面前でリーチの方がいいだろうという判断でしょうけどね。水瀬がトンを仕掛けます。本一、本一は順を吹かしてリーチといきます。町はカンチーピン、リーチ、ドライチ、チーピンは2枚山、立花が1枚持っています。そして捨て牌も1枚。いけるか。トンを仕掛けている水瀬です。これまっすぐ行きづらいですからね。イーマン、ウーマン、リャンソーともにちょっと通っていません。かといってピンズが通るかといえばということで、リャンソー宣言杯のもろ裏筋という。はいはい、立花現物、普通はローソンも現物ですね。行かないですね、もう打たないもんね。はい、トータルトップの枠です。リャンソーを切ってる人がいますからね、リーチに対して。なるほど、強い牌を切っている水瀬、うんうん、親対水瀬ということなんでしょうか。チーピン残り2枚、ドラの3万、3万も2枚見えてる。あ、もう3枚見えてますもんね、かわいいね。もう3万、はい、少し打点は低い予想、うん、
これで2万が通せそう。チーピンまた2枚ある。引けるか藤井。さあインシャンテン、もう水瀬はもう強制本一になってきてますか、はい、まあ、ワンチャンスか。何が来る。ウーソー、ああ厳しい。ヤンスを通した。ウッパーソーはローソーが3枚切れてるからワンチャンスか。ワンチャンスでいけるか。ただ確実な現物もないんですかね。だとしたらやはりここは、まあ、ここは中筋でウーマン。中筋、いやリアンマン通ってないですか。通ってないです。ワンチャンスですね。ワンチャンスのウーマン。3枚切れ、はい、Gピンまだある。あースーピン、チービン欲しいですからね。あこれを泣いても泣いたところでというところか。ウーパー層が、まあ、これでイスピンも通るから、まあ、イーピンイーピンですかね。順目結構深くなってきましたからね。もうちょっと上がりもないかと思えば撤退かもしれない。ウーパー層打つなら、はい、まあ、微妙なとこかな。ギリギリの局面。スーピン打っても全然おかしくないですね。深いですから。現物のスーピン、もう一回勝負かける手もありますよ。ウッパーソー切って、さあ水瀬の選択はどっち。うん、ここはスーピン安全策。あ、靴もスーピンか。そしてチーピンまだあるぞ。うん、ウーピンがやってきてた。4が4枚見えた。イーピンはションパイ。3ピンの王を切るかもしれないですね。なるほど、うん、イーピン1枚でも切れてればイーピン切れですけどね、はい、ちょっとイーピンが見えてないのが怖い。立花が2枚持っています。時間使う、うん、3ピンか E ピンの選択か、まあ、あるいはローピン入りもありますかね。スーピンは4枚見えてるから9ピンも切れてるし、はいはい、あここはローピン、はい、まあ、ペン3ピンとかね、 E ピンのシャンポンとかもあるんで、はい、武形も想像できます、1枚に9ピンが切られてる分ローピンのは切りやすいということですね。チーピンいるんです。いない。ああここにいた。ローピン切って、これが入って流局です。親の藤井一人天敗。これでも全然よろしいですね。藤井さんにとっては一人天敗は点は大きい。さあトン3局、これで3本場となります。京卓1号は1本、藤井の連チャンです。ドラはローマン。さあリャンマンあんこのハイパイです。藤井デキメンズは1つ。水瀬がトン、アンコ、ちょっと楽しみですね、この手は。はい、ドラ受けの両面ターツもあります。立花は2メンツ、枠ツメンツはありません。手が進んで両チャンテン、はい、柴田さんもまず上がりを取りたいので、はい、まあ、あんまり3色にこだわらずってとほうがいいかなと。なるほど、ええ、柴田はとにかくこう上がりを取っていくというのが目下のテーマでしょうか。
か、単葉ビーフになれば。はい、観念層は外したい。観念層になった場合ね、立花の133の形、こちらですね、はい、バービー引いた場合はイーソー切りとしたいですね、はい、はいいシャンテンですか。2万3万があんこの形です。ミナスさんもいいシャンテン。テンパイ6球ピンはリーチか。ミナセから先制リーチ、はい、さあ役はリーチトン5球ピンです。先輩だけどイーソー切って崩しましたね。今イーソー現物だったらってのも大きいですけど、はい、あ、なるほど、切りやすいですね、はい、積もれるか。老朽ピンはなんと六山です。さあ両面六山ほぼほぼ上がりと聞いておりますが積もれるか。お、リアンウソ、これはリーチでしょ。立花追っかけリーチ、リアンウソ、ここは勝負どこですね。はい、リーチ単野を高め、イーペイコー、リアンウソ1枚、ウソが2枚、3枚、3対6、3対6、3対6、あー、これは6の勝ち。水瀬の上がり、リーチトン、ドラ5200の3本付け、6100点。立花ここは勝負どころだったんですが、苦しいね、はい、苦しい50に回ってしまいました。上がったのは水瀬、上がって親番を迎えます。トン4局、水瀬千尋の親番。はスーピンです。さあ現状は枠つみなせがワンツーフィニッシュという形。みなせは何がこいつ、ペイがこいつ、ソーズで一メンツ。シャーから角がこいつは立花、大実もがドラメンツ完成のカンウーピン。枠つチュンこいつ、換算するから藤井もネックから埋まっていく。枠津がチュンを仕掛けました。マンズの本質もあるでしょうか、伸び方次第。まあ、枠津さんの立場はとにかく曲回しですよね。なるほど、テーマは曲回しですね、はい、じゃあそんな本質とか言ってる場合ではない感じですか。C1、 あそこ2度受けの一本一のリアンシャンテン、はい、トータルトップの枠の仕掛けです。お、これちょっと形よくなった。リーチまで行きたいな。ちょっと白は仕掛けたくないですか。そうですね、一回するかな、1枚目は。さあ立花リーチに行けるか。リアン層切りもあるけど、ここは数万つも切り、枠つがその数万に飛びつきました。チュンのポンの後、数万の地、これで本一いいシャンテン。藤井はペンチーピンを引いてきた。いさしを見て、ドラの数ピン、両層あたりでしょうか。まあ、前日数万持ってきた時にね、両層を切っておくと、まあ、白のコーツとピン不変化があったんですよね。なるほど、マンズの中膨れ系ですからね。マンズが伸びれば白白って、はい、いう話。あ、これに差しになってきた。さあ藤井は両反役が見えてきました。あ、これはリーチだ。立花から先制リーチ、ドラ切りリーチです。白2枚、
イーソーと白のシャンポン。和靴さんも現物ないから大変ですね。結構和靴は、はい、風呂を2つ入れてしまっています。手が狭い、うん、藤井さんも数は現物でいいシャンテン積もれるか。白2枚のイーソーが1枚切れてますね。立花のリーチがかかっています。うん、藤井さんも行きたいね。ここはいいシャンテンで。いやただリャンウーピンがすごく薄くなってきた。リャンウーピンが入らないのは厳しい。まだいる高めの白。お、ちょっと形が。次シャンテン積もれるか。白もう白さんも止まんなくなった。白はね、白はもう、うん、ここで白が来た。あ、打たないもあるんですか。9番か。あ、ここは白になる。宝珠となりました立花の。あっと、浦さんリーチ白。おお、重裏裏裏と1万2000の上がりとなりました。ここでの浦さんは和屈にとっては手痛い宝珠。立花は行幸の浦さん。どうなったかな。いやちょっとトータル面白くなったでしょうか。ワンチャントップ目に立ちましたかね。はい、上がって立花が一気にこれ何すごいことになって、あ、すごいとこに和屈が3点にまで下がってきた。そうか、ラスになったからですね。はい、現状水瀬が 14.1 ポイントで暫定トップではありますが、かなり僅差となってしまいました。今の1万2000、ね、さあ何局ドライーマンです。ここで畳みかけることができるかですね、立花さんが。立花、ここは勝負どころか。9番があんこ、立花少し、こいつ4つ。縦系ですね。このままいくと4回戦が非常に熱い展開になるかもしれません。恐ろしいですね。そうですね、しみじみ普段連盟で公式ルールをね、やはりよくやっている身としては、ね、今の白3枚が今ちょっとボディーグローのように効いてきました。私が放銃したんじゃないんですが公式ルールってやっぱり一発目から勝負いきやすいですもんね。一発がないし裏ドラもないから、ね、はい、やっぱ自分にとってロスになるようだったら本当一発から勝負するっていうのは多いけど、はい、こういう一発あり裏ドラありのルールだとね、いや、はい、そうですね、まあ、一発はとりあえず避けたいしみたいなのもあるし、手順は結構大きく変わりますね。やはりそうですね。今回も仕掛けていくかな。ワクさんはチュン1枚目から、そろそろ水瀬からチュンが、うん、ワクツ仕掛けていく、変わらない。いいシャンテンです。まあ、跳ね曲がったぐらいじゃへこたれませんよね、タイプ的に。跳ね曲ぐらいじゃへこたれないですね。そうです、ここから挽回していかなきゃいけないですからね。はい、見ていて私がへこたれております。やっぱ免疫があるんじゃない、やっぱりかなり飛ぶ回数も多いと思いますから。うん、確かにこの仕掛けの数考えると、うん、多いの入った。さあ和屈が天敗、サブローソーです。この切り替えですね、宝珠の後のこの、そうですね、はい、僕なんかも2000点、飛ぶ回数割と、はい、多い方、どっちか最近は減ってきたけど、はい、やっぱりところでその、はい、体勢で言うと一番、そうそうそう、飛び慣れてますからね、飛び慣れている、ね、名誉でもありますさあ藤井から先制リーチはローキューマン、はい、ここには9はあんこ、9番はない、9万がない、悲しい情報です。ローマンは2枚切れ。さあ、勝負期待ですね、これね。
ロウソクか3品。さあ立花は小さい筋だけど上がりづらくなっちゃいますよ。ハレマンを上がった後の親番。さあここ行きたいな。宣言杯ウーピン行きたいところ。いやここは我慢のいい層。そしてドラを引いてきた和屈。どう出るか。水瀬は3万を引いてきた。立花は受けましたか。ただチートイツはいいシャンテンですね。はい、和屈はドラのイーマンを引かされてイーソーを打っています。キューピー仕掛けなかったんですね。イースマンになるけど藤井さんのキューピー、あー仕掛けませんでしたね。はい、そして水瀬はチーソーを引いてきた。チーソーは現物です。つもぎり防御を意識したか。うん、これ天敗の足になったか。ヤムピになってたんですね。なるほど、相通は二面つになっていました。そして現物がない。さあ立花はどうする。チートイツを残します。ローマンはあと2枚です。9万はもうありません。立花の選択は撤退。うわっと、いい数万9ピン。うわすごい。あここで数万が和屈の上がり。チュンドラさんなんとハネマン放中の後満貫8000点です。なんという回復力、力強い回復。和屈セーリーチの藤井が補充する形になりました。また変わったでしょ。またちょっと変わったと思います。現状トップはワクツ、トータルポイント 22.2、 そして2着ミナセ 14.1、 追いかける立花と藤井。藤井がなんとトータル現状4着という乱高下を見せています。さあ何2局ワクツの親番ドラキューピン。これ最後まで分かりません。さあ皆瀬が早いでしょうか。メンツ3つ目、チートイツでしょうか。挽回したいですね。いやそうですね、ここで挽回もしてほしい。水瀬はあわや三色というような手格好、はい、そして親の和屈です。ピーフ、さあトイツがもう一個増えた。ドラのキューピンはまだ4枚とも山です。水瀬はここでタンヤをつけます。立花この形の相図2回目ですか。うーん、はい、先ほどもありました。うん、ちょっと藤井も重なりが見えない。タイヤは見えてきました、ね、はい、一歩前進です。和屈まだメンツがありません。藤井はチートイツのところあんこができる。
スマフリテン初が2枚入れか。ドラはつもぎり、ドラがつもぎられています。枠ツー、ようやく一つ目のメンツができました、うん、ローピン残しましたね。チュンは、まあ、安全牌でしたけどね、はい、ここはもう取りこぼさないという、うん、6ブロックに受けることが多い枠ツですが、さあこれでいいそうですね。1番の方目いっぱい、ローピンつながる、これでシャーシャー。藤井はここでチートイツに修正します。テンパイスチーソー、タンヤオのテンパイ見なせ、ここは闇点を選択数チーソーです。ワクツがチーソーを切った直後、そうですね、橘イーシャンテン、ローソーになるか3ピン3ピンでしょうか。ローソーするとまあちょっと広いですね、3ソーの箱とかもありますから、はい、ただ打点をね、面単品イペイコーってことを考えると、うん、なるほど、いつもウーワンだと3ピンの一手だと思いますけどね、差し子もありますから、はい、さあ3面じゃん、リャンパーマン、リャンパーマン、あれ景色良さそうにも見えますか。見えます、見えます、リーチあります。さあ水瀬から先制リーチ、リャンウーパーマン、ノベタンの3面ちゃんです。立花さんもせっかく手がまとまってきた時にリーチかかるとちょっと嫌だし、嫌でしょうけど、どこかで押し返さないと勝利はやってこない。リャン・ウーパーマン、パーマン一発も、リーチ一発つも、タンヤオ裏はありません。2戦4戦、さあこれでまた変わったでしょうか。裏親かぶり、さあ3回戦、これで何3局です。藤井の親番、少し大きな点が動くようになってきました。ドラは3走、さあ藤井も正念場、いいぞ、さあマンズで一面つ、3走さえ引ければね。さあ現状トータル、こちらの画面には出ています、稲瀬が 32.1 ポイントでトータルトップ、枠津が2着プラス 18.2、追いかける藤井マイナス 24.4、 立花マイナス 25.9 と、40以上の差があるってことですね。藤井さん、枠津間、枠津さんの差。そうですね。はい。はい、立花枠津間も 44.1。2強2弱という図式に現状はなっています。しかし、1局ごとに変わるんです。はい、3走は3枚来てますね。3走3枚、はい、山に来ています。何としても引き入れたい藤井、いやそうですね、何としても、はい、こちらです。何としても3走欲しい。先引き込んでからリーチ行きたいもんね。いや、ペン3走あってのリーチと、ペン3走待ちのリーチ、まあ親ですから当然それはね、3走待ちだってリーチでしょうけど、はい、は白が重なりました。この単品 A の渡りもありますよね。ピンズが伸びたらいい、ソリアンスを払い、はい、さあ藤井は加点することができるか。現状3回戦4着です。枠津はチャンター、まあお休みですね、どっちかというと。あ、なるほど、どちらかというとお休み、はい、嘘、苦しいですね、ここも、うん、ちょっと難しいですね、まとまだちょっとまとまりが足らない。
バーズの蹴り、マンズはもう固定してある、ドラメンツが完成したみなせ、しかしまだ他の形が埋まっていない。ペンサンピン来た、来ました、最高のやつ来ました、最高のペンサンソウ、ドラのペンサンソウを引き入れて、親の藤井から先制リーチは老朽層、絶好球ですね、絶好球、絶好球をキャッチして老朽層もそのままキャッチできるか、残り4枚、4枚、そうですね、4枚十分、感覚としては、水瀬が C、カンチーピンの地位を入れました、親の藤井に対してかぶせていきます、老朽層これでどうなるか、引けるのか流れてしまうのか、4番 M2、 立花さんもいいシャンテン、はい、老朽層積もれるか、そして水瀬はこのリーチかわすことができるか、ドラの3層を引いてきた、6、7、8でもウッパーソー振りでんだもんな、ちょっと苦しいですか、まだあるぞ老朽層、依然4枚のままここに来た、あと3枚、ローマンが通る、ね、チーテンはさすがに取れなかったですね、ドラキンだけしかいないですから、はい、絶好のペンサンソーを引き入れた親の藤井のリーチです、あと3枚老朽層、あ、積もった、積もります、リーチ積もピンクドラ、裏はありません、2600オール、裏ドラ切っちゃいましたね、1000軍配で、いやー難しい難しいけどね、3、4、5、6とあったら、はい、確かに3を残す手順はありましたか一杯の違いですが、さあ藤井が上がって連チャン南三局、これで一本場となります、さあ藤井の差を詰めてくる、まだ4着目なんですね、まだそうですね、藤井マイナス 16.6、 はい、トータルの3着ですね、さあ南三局一本場、ドラリャンマン、いいじゃないですか、さあ、ソーズで一メンツ、ね、ドラの両面ターツもある、よいしょ、ね、フジーチャンス、さあ、トンペイ、トイツは見なせ、目立ち花、これは一メンツですが、うん、ドラ1どうなるか、バックツーはピンズが後継、よいしょ、ね、てさあ、一曲ごとに、トンペイなんと球はもう一回外して、こいつもあるけどな、あの子はチーピンに手をかけました、ペンチーピン、まあ、イーマン入ったらペンチーピンに位置もあるかもしれないですね、あ、これは、うん、ペンチーピン外す、スーアンだとね、タイヤもありそうですから、はい、あ、いい感じだな、タンヤオ、タンヤオがつく、さあ、関数ピンの転配が入りました、親の藤井です、タンヤオドラ1、3色変化するとドラが出ますね、なるほど、ルーアンでね、差し子の3色ですけど、だったらローピンとか引いてスチビニーチ行きたいかな、面端ピン、ツモ、ドラ、裏なんていう、はい、うわぁ、ベンチーマン、ウローピン外すか、さあ、ジャンもうウーピンチーピンでピンフ作る手もありますけどね、うん、難しいとこですよ、さあ、和靴の選択はどこだ、手ビレには3ピン、あ、ここは3ピン、さあポーズの4連携、外すもあるしリーチもありますけどね、難しい選択、ここは
スモギリで闇天。わあ、いいの来た。これ本一に行けるな。水瀬は想図の本一の準備が整いました。なんとね、トンはでも2枚切れてますか。トンは2枚切れですね、はい。さあ、現状、水瀬の手番ですね。スーピーは3山。はい、和靴が1枚持っているだけです。さあ、ドラを切ればいいシャンテンですが、立花ドラはどうやら切りたくない。マピーフ、老朽層。ワクツが天敗を入れました、老朽層。お前ら現物待ち。藤井が関連ピンのリーチに踏み切りました。3ピン2枚切れです。馬強でリーチか。打点落として。さあ、連ピンは水瀬が1枚持っているだけ。立花さん。ああ、しかしここで急層が放たれたワクツの上がり。ピンフ戦は1300。大きいですね。いやー、大きなピンフ1300。さあ、これで3回戦オーラスを迎えます。南四局、これはご覧の水瀬。ドラは3層。水瀬のハイパイは、悪いか。メンツはありません。悪いですね。まあまあ、でもこの曲流して、はい、最後勝負って言ってもありますよね。現状トータルトップだし。立花さん漫画に積もれば、はい、このワンちゃんトップ立てるんで、そこにはこだわりたいですね。さあ、立花は確かにここで稼いでおきたいところ。藤井さんも番号積もれば2着浮上だから、はい、できれば2ランクアップ、まあ、最低でも枠さんをかわす上がりですか。6600差だから、はい、1300、2000のプレーでちょっと足りないですね。さあ、誰かが成就して誰かがそれができないという、うん、になってきます。3回戦のオーラス、絶好の換算層、ね、はい、ただ他の形3と1です。そうですね。ここはペンチーマンを外します。ほとんど受けの進行になりそうだな、水瀬さんは。なるほど、水瀬は確かに形があまり良くない、はい。となると、この1局で終了の可能性が、そうですね、高いですね。さあ、水瀬は弱キープの方向。立花は満願を上がりたい。やっぱ状況的に考えて一番上がりたいだろうって考えるのが藤井さんじゃないですか。藤井さんの満願積もは、うん、まあ、はい、自分は当然トップ守れますしね、水瀬さんは。さあ、各社の思惑がぶつかるオーラス。立花は想図の本一に向かっていく。靴さんは立花さんとの差が2900、まあ、ピンフ、リーズもピンフ、まあ、リーチ打つかどうか分かんないですけどね、はい、ピンズもドライチとか着順アップでかなり大きなアドバンテージになります。国士になってきました。お、ドラドラ、これはチャンスですね。はい、立花チャンス。バクツはいいペーコーが見えてきた。藤井ドラドラになる。ドラドラ2人か。だから3層は売り切れ。お、チートイツイシャンテン。藤井さんもチートイツ見えてきましたか。いや、見えてきましたね、はい。さあ、どうなる。現在捨て牌は2段目、8巡目です。
立ち花仕掛けました。パーソーチーから入ったか。パーソーチーから入ります。ちょっと上がりづらくなりた感じはありますかね。想図はもう出てこないですか、うん、ペーが流れた。想図がちょっとね、形が非常に悪いんで、これ確かにこの残ってる形、13355と3層ドラです。さあ、枠図はイニシャンテンですが、チートイツの方そうですね。さあ、ミナセはもう、まあ、あの仕掛け入ったら想像は当然切らないですよね。はい、マンガン積まれると自分が2着にまくられる危険。あ、嘘、ワンコインになった。少し前進です、立花。さあ、藤井はどうする。2番つま切り、ミナセは下茶に泣かれないように選んでいきます、うん、パーソー入っていた。阿久津さんも例えば立花さん脳天で自分が天敗っていうケース、はい、2900冊ですもんね。そうですね、うん、お、さあ、立花いいシャンテンまで来ましたよ。さあ、自分の相撲を信じて、難は1枚まだ、あー、難はない、山にない、じゃあ上がりはないかな。さあ、トンも1枚切れているだけですか。トンが1枚ありますか。リャンソー入ってってことですね。酸素もないですもんね。いや、はい、かなり苦しい立花の仕掛けです。さあ、藤井はローマンを引いてきた。立花の地位で水瀬から想図が止まりました。各社もう想図が打てないという。うわぁ、チートイツやめた瞬間に、やめた瞬間に重なる。ローソーパーソーか。ローソーは立花の現物です。トンの流れか。どうやらこの曲で3回戦が終了しそうです。ペー、スーソー、アーソー、リャンソー、トンって言ったんですね、仕掛けで。はい、仕掛けなかったらっていう、まあ、これたらればです ね、 そうですね。さあ、立花天敗難しいでしょうか。間もなく手番が1回で終わります。うん、全員脳天かな。4人脳天で、はい、流局しそうです。うん、引けるか。ありません。これで流局となりました。うん、さあ、オーラス9、4局は4人脳天で流局。うん、さあ、3回戦トップから、水瀬、そして2着に立花、3着は靴、4着藤井の並びで3回戦が終了しました。続いて最終4回戦です。